はい、皆さんこんにちは。それではやっていきましょう。でですね、前回は中日3連戦ですね、終わったところで、これから横浜に移行していきましょうということで、横浜にはね負け越しているんで、なんとか頑張りたいなと。で、前回はあれですよね、能見に頑張ってもらったんでね、能見頑張ったよね、うん。で、能見で引っ張ってもらって、福原を温存しておいたので、今回は福原でいきたいと思います。それでは行きましょうか。はい。甲子園球場です。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。阪神横浜12回戦の模様を今からお伝えしてまいります。連勝中のタイガース。はい、ですね、ちょっとね、機器の録画機器の調子が悪かったみたいで、ちょっとリセットしました。すみません。やり直すのかよこれ。ちょっとね、なんか接続が悪かったのか、あんま取れてなかったみたいで、福原が無難に抑えたのが、なかったことになりました。打たれんじゃないだろうな、これ。大丈夫だよね。これ、同じ展開になるんですかね。やってることは変えてないんですけど、どうなんだろう。変わんのかな。まあ、同じだったらね、ビビるよね。ということは、打たれる可能性もあると。あれ？さっきセカンドゴロじゃなかった？違う？ん？どういうことだ？打順は次に変わります。内川、バッターボックスに入りました。同じのような気がしないでも、ああ、でね、涌井がだから西武なんだよね。で、西武から、あ、やっぱ違うよね、うん、西武から横浜に移籍したと。超エースだよね。誰と変えたんだろう、気になるな。だから17勝の時のデータだと思うんで、めちゃくちゃすごいよね。阪神対横浜12回戦の模様をご覧いただいています。さあ、何を、2013年であんま勝てなくなってんだね。ちょっとさっき抑えたのに、何これ、どういうことこれ。これマジ運ゲーなんだな。これ運ゲーだよね。どういうことこれ。ほら、さっき三者凡退で抑えたじゃん。どういうこと。だからな、これあんま一喜一憂してもな、その時の気分なんだよな。まあ、やり直すなんてことできないんでね、本当は、普通はね。おっしゃ。まあ、まあいいでしょう。ごめんな、しのぶちゃん。0点だったのにやり直すことになりまして。すいませんね。で、ここから気を取り直してね。涌井ね。で、ロッテ行って最終的に楽天なんだね。楽天でも11勝してんだ。すごいな。ああ、でも結構154勝143敗。こんだけ投げても200勝いかないんだね。大変だね、本当に。200勝投手がどんだけすごいのかっていう。長く投げ続けるっていうのも難しいのに、勝たないといけないっていうね。いい当たりなんだけど、ダメですね。で、ああ、高橋。調子いいね。今日は調子がいいのかな？体調がいいね。
補填ヒット高橋やってくれるんじゃないでしょうか。あー見逃すんか。そうか、まあちょっと録画機材の不調のせいで相手側の方が若干調子がいいようになってますね。うん、デモちゃん頑張って、ワンチャンあるから。ちょっと高いよね。お、まあだからあとは打線がね打ってくれるのかどうかだよね。あ、いるよね、あのリアルでもこのピッチャーいいんだけどこのピッチャーが投げてると打ってくれないみたいなありますよね。あれは何なんだろうね、リズムとかなのかな、テンポがいい悪いとかあんのかな。あまりにも高騰しすぎると逆にダメなのかもね。程よく乱れるぐらいが打線がいいみたいな。さあ第3球、これも痛烈な打球、右に持っていった。これどうなってんだ、おかしいな。で、涌井のところでですね、ちょっと気合い入れてもらいましょうか。こっちに使った方がまあいいよね。まあ、点は取られるかもしれませんが最少失点で行きましょう。さあそして9番に回ってきます、涌井、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。まあ、ピッチャーに使うなよっていう話関係ないからね、このゲームピッチャー打つからね、めちゃんこ打つから。 OK、 じゃあここでズバッと押さえてね、頑張ってね。あ、フォアボール、フォアボールなの。あはははは、横浜むずいな。いけるよね、ちょっと高いな。 OK、 まあちょっと高いですが福原なんでなんとかごまかしが効いていると。涌井ってこんな顔だっけ。2回の裏、タイガースの攻撃返します。この回の先頭で、4番か。先頭バッターとしては塁に出たいところです。まあそうだよね、頑張ってね。さんにお伺いしましょう、初回のピッチングはどうご覧になりましたか。1イニングだけですけどもいいんじゃないでしょうかね。はい、この序盤のうちいいというかなんか当たりが悪い。ああ、いい、いやらしいな。これはワンチャンあるよ。今岡バントしようか。あ、センター返し しましょうかね。センター返しのバッティングだといつも通りにね。ヒットのランナーを許しています。さあどうでしょう、どうだ。あー、これはちょっと上げすぎかな。どこまで行ってんのもう。今のでなんでサード目指してんのよ、何やってんのもう。という感じでまあ明らかにちょっとこっちがおかしいよね。なんとかなんとかならんかな。そしてホームランが1本あります。さあバッティングカウント、あ、うまい、うまいね。だから今のところバントの方が良かったんでね、結果的に。頼む桜井、頼む。まあ、そんなにポンポンは打たないんだろうけど、まあ、忘れた頃に打つんじゃないね。あー惜しいな。もうちょっと勢いよければ抜けてたよね。だから次からはバントにしましょうかね。だから鳥谷以外はバントにしましょう。
お、いいね。調子戻ったかな。結構いい感じじゃない。村田、そういやオールスター出したけど、あんまり活躍できなかったよね。お、いいね。いいよ。調子戻ったかな。バッターボックスに入ります。まあ、どっちかっていうとこっちの方が打っ、あ、違うか。村田には序盤打たれたよね。ほら高いよね、今日高いな。明らかにボールが高い。なんか前までそんな感じじゃなかったんだけどな。若干高いボールが多い。これは取れる、大丈夫。今はちょっとタイミング合わなかったんでしょうか。危ない危ない。で、加納さんか。加納さん結構ポテンヒットとか打って頑張ってるよね。結構いい感じかもね、この人ね。まあでもな、矢野も野口ちゃんも最初は良かったんだよね。で途中から全然打てなくなったんで、怒ってる。あの温厚な大家さんが。で、バント。はい。しのぶちゃんが粘ってね、頑張ってね。なんとか同点にしよう。この試合初めての打席ということになります。とりあえず二塁にランナーを出しておけばワンチャンあるんでね。バント処理の時のピッチャーの一塁に投げる時の球が異常に速いよね。親の敵かっていうぐらい速いよね。お、いやらしい。いいよ、これ入ったんじゃない。いける、いける。あー、危ねえ、ギリギリ。足 D ぐらいか。ね、やっぱりね、二塁に置いておけばワンチャンあるんで。で、これで盗塁。横浜は谷繁じゃないからいけるよね。これはいけるでしょ。ね。やっぱ走ってきましたね。さあ、今のプレイご覧いただきましょう。最近走れてなかったんで、61ぐらいかな。さあ、牽制。で、藤本ちゃんが調子を戻してくれれば、お、いい、いいけど、これはちょっと無理。あ、いける。赤星ならいけるんだ。やば。赤星、やば。何度でも言うよね。今まで散々言ってるけど、赤星、やば。そして、クリーンアップへと続きます。高橋光則、バッターボックスです。5点ヒット、高橋、頼むよ。いけ、あー、ちょっと。とボロが出始めたかな。まあでもアンディがね、あと1日2日で多分戻ってこれるんで、そこまでね頑張っていただければ。あとはもうアンディの調子次第で高橋さんとどんどん変えていこうか。高橋さん結構いいってことが分かったんでね。ホームラン打つ人じゃないんだけど、しぶといね、いいバッティングができるんで。で、7番か、789。そうだね、9番で終わらせたいかな。さっき西に打たれたよね。大丈夫かな。お、あー、うまいな。今のはボールだよね。ボールだからファウルになったのかな。この球は外しています。ストレートの球がさ、高いんだよね。怖いよね。お、いい、いい、いい。変化球はいいんだよね。っていうことはあれかな。やっぱ矢野の方が相性はいいのかな。ストレートが高いんだよね。500本。うん。オーケーオーケー。まあ、ここら辺はね、
バッター涌井右打席に入っています。まあここら辺はサクッと抑えて、まあ4回5回頑張って完投してほしいよね。最近結構中継ぎ出してるんで、なんとかね、中日で結構使ったよね。まあなんでなんとかね、完投を間に挟みたい。そうそう、だから前回が能見ちゃんが急に崩れて、おっおっとワンちゃん、これはあー、これはでもやってもらいましょう。兄貴ほら地味に打率上がってるよね調子いいんだろうね。これ落ちたんじゃない？あーダメか、ちょっと当てにいってるよな。桜井さんはじゃあ普通に打ってみる、交互にやってみるかな、どっちの方がいいんだろう。まあまあしょうがない。キャッチャーフライのアウトが2つになって次のバッターになります。さすがに金本2番とはな、今調子いいからね、調子悪かったらやらせるんだけど。ん、残念。まあ勝ってるんでポンポン行きましょうか。ベイスターズの攻撃、この回はトップから始まっていきます。石井を黙らせたい。3球目、石井が暴れないようにね、これ打ち始めたら危ない。これでワンアウト。石井あとね、そしてバッター、ぼーっとしてたらこの人がホームラン打つんでね、ショートフライに終わっています。3投目逃さず打ってくるんでね、危ないんで。金田出てこないのかな。あ、ヒットか。ヒットならまあしょうがないね。2打席目だっけ ?3 打席目だっけ。まあみんな3割バッターなんでね、こんだけ並んでたらまあ誰か打つよね。うわー、これは同点になるな。まあどうしようもないね。頑張ってもらいましょう。ここで打順は4番を迎えます。村田、さあ同点のチャンス、その一振りで追いつけるんでしょうか。村田25本も打ってんだな、すごいな。ワンアウトです。さ あ、 これフォアボール。あっ、伸びていった、伸びている。ファーストランナーの足柄に出タイムリーです。あー、ホームランじゃないんだホームランじゃないんか。タイムリーツーベースヒット、ファーストランナーもホームに帰ってきた。大谷さんも大喜び。4番が仕事してるね、いいね。うん、マウンド行ってもしょうがないよ投げろ、投げたらいいんや。ほら高いよね。うん、完投してほしかったな。吉村、中継ぎ使いたくないんだよね。まあでもそんなこと言ってる場合じゃないのか。これヒッ、お、お、今のいいね、目覚めたこれでもさ、4回5回で85球になってんだよな。これはやばいかもしれん。まだいけるでしょう。どうだ、まあどっちもピリッとしないよね、ピッチャーね。まあ勝つも負けるも運次第と。涌井もあんまり調子良くないからね、チャンスはあるんだけど。ああ、これはやばいな。打ってもらって調子が出てきたか、やめろよお前。打順が変わります。藤本、5回裏ツーアウトです。まあでも涌井も結構球数投げてそうなんで、もうちょっとしたら変わるんじゃない。あー、デッドボール、これが今日最初のデッドボールになりますおやる気満々だね。なんだよ、文句あんのかよっていう
面白いな。デッドボールちょいちょいあるよね。あれで怪我はしないのかな。なんかちょいちょいさ、他の球団あれじゃん、怪我してるよね。うちしてないよね。これからあんのかな。低めを慎重に言ってますけどもね。怪我が、まあ、デッドボールとかだよね多分ね。おお、ほら高橋結構いいんだよね。そこそこ打つんだよね。で鳥谷お任せ。鳥谷4番、4番の対決が、さっきは村田が仕事をしましたが頑張って鳥谷、体調悪いのは知ってるんだけど頑張って頑張って。あースリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。バットには当たりませんでした。さあベース、鳥谷の調子がね上がらないんだよね、なかなかね。3連戦1日目は6回の表ベイスターズの攻撃。まあでも調子上げたからといって打つかと言われるとどうなんだろうね。変化球打った、これはセカンドになります。取った、1塁へ送ります。1塁はアウトになります。今まで調子悪くてもあの打率なんだよね。通算500本安打まであと3本。ここでヒットが出ると500本安打、カウントは変わりません。これはあれだね、うちじゃないところで頑張って。ああいやらしいな。飛ばしたバッターランナーどうする。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。さあ危な、中継する。今桜井か、桜井にお伺いしましょう。打ったのはどんな球でしたか。まあ桜井はしょうがないんだよね。これ多分もう100球ぐらいなってんじゃないかな、そろそろ。あら、もうピッチャーに打たれたら終わりだな。さあヒットになる、これがチーム10本目。替え時なんだけどな。抑えるのは難しいと思いますよ。はい、その球をヒットにした今の打席です。まあ投げてもらいましょう。今日はね中継ぎがお休みの日なんで、伊藤ちゃん最後まで頑張って。オッケー、空振り三振。タイミング合ってないですよね。はい、ここはバッテリーしてやりました。気合い入れて、一週間ぐらい休みあるでしょう。頑張って。さあ次の4球目は今度もスローカーブできました。スローカーブ打倒し始めたな。次が5球目。あ、今のほら、あ、これは打った方がいいね。今のがこの回3本目。今のストレート悪くないんだよな、角度的にいいんだけどね。2回目かよ、そんなに言ってもしょうがないだろうお前。いい場面で打席、すでに許した安打。3割2分9厘、さっき打ったからもう打たなくていいよ。これもいい当たりだ。すごい揺れるよね楽しいよね。ああ右へ持っていきます。ライトです。取りました。危ねえお前、打ち方と角度がホームランじゃねえか今の。危ねえ、ギリギリだね。6回の裏タイガースの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター今岡ボックスに入りました。今岡、あ、涌井もちょっとストレート高いよね。まあだからチャンスはあると思うんですけどね、どうですかね。バッター金本6回裏ワンアウト、まあまだ1点差なんでね。ショートフライに倒れています。このボールは全然全然試合になっているんで、まあだからお互いね仕事しているよね、ピッチャーが。だけどバッターの方が打ち損じてんだよね。お前さっきエラーしたろ、頑張ってよ。次が4球目。桜井の調子がいまいちになってきたら、まあ、檜山がいるんでね、まあ出していいんだ。あ、だから浜ちゃん、あれ浜ちゃんどうしたっけ俺浜ちゃんもういるんじゃないの、いないの俺、あれいなかったっけ。浜ちゃんいるんじゃないの、どうですかね。
あれ？あれ？あ、俺ハマちゃん入れてないわ。やらかしたわ。確かハマちゃん治ってるよね。治ってるんじゃないわ。2軍で調整終わって、あれ？いるはずなんだけどな。え？うお！マジか。4番が仕事してんな。勝利が見えてきたか。今ホームに戻ってきました。4対2。今のはどうでしたでしょうか、岡さん。今のはね、きっちりと変化球についていってんですよ。さあ、今のプレイご覧いただきましょう。やられたね。まあだからそろそろ吉村、今日の6回までのピッチング許した人どうかな。変え、いやでも変えたくないんだよね。中津、あ、でもな、もう、3試合で1試合休みだから、まあでもな、1試合じゃない、もう1日休み。でもね、1日休みでも、その後確か、十何連戦始まるんだよね。これを考えると、ここら辺でちょっと息を抜いておかないと、スタミナが持たない気がすんだよな。中継ぎってさ、なんか思ったよりスタミナないんだよね、みんな。もうちょっとあってもいいと思うんだけどな。だからあんまり使いたくないんだよな。バッター西、打席に入る。さあ、一球様子を見るのか。先発完投スタイルで。あー、いい球なんだけどな。あー、まあ当たりがちょっと危ないね。 OK。 まあソロホームランは仕方ないんでね。花火みたいなもんなんで。お、ワンチャン来た。今シーズンの登板数が31となっています。果たしてどんなピッチングを見せるのか。カノーちゃんから。まあだからタイガースの攻撃対するこの回の先頭ヒット出るかな。ヒットバンと、赤星タイムリー。どう？あー、惜しいな。カノーちゃん惜しいね。可能性はあるよ。カノーセカンドゴロに倒れました。まあ、こっちも変えてもいいんだけどね。ちょっと待って。変えるかな。誰がいい？これヒット打ってくれそうなのがあんまいないんだよね。だから今じゃないな。今ではないな。いやでもな。福原どうなんだ。ピッチャーに回ります。担当してもらうか。ごめん福原。今日中継ぎお休みの日なんだよ。赤星2アウトから。野球は2アウトからね。野球は2アウトからだと相場が決まってるんで。頼む。いいね。これで2塁確定なんで。あ、恥ずかしい。トンネルは恥ずかしい。で、盗塁して成功して、で藤本がタイムリー打って4対3でしょ。で1塁なんで。で、高橋さんがポテンヒットで。横浜は走り放題でいいよね。あ、これファーボール、ファーボール。ファーボール、ファーボール。あ！藤本ちゃん頑張って。あー。これはアンディ2番でもいいかもな。高橋さん2番、あ、でもな、右がな、続くんだよな。あんま良くないよな。相川さんに結構打たれてんだよね。福原120球ぐらい投げてんじゃないもう。おっしゃ。
スローカーブ多投していこう。これはアウトです。スローカーブって打たれてんの見たことないよね。あるっけ。当たんねえだけだ。みんなのアイドル来た。横浜といえばもう種だね。これが見れたんならもういいでしょう。もうお金払ってね、社会があるでしょう。もう見れたわーって帰れるよね。ファーボールそこそこ出るよね。横原ちょっとおかしくなってるよな。おっしゃ、ゲッツ。今のボールめちゃ高いよね。さあ、もう一度見てみましょう。ほら、ホームランボールじゃん。今のやばいよな。ベイスターズ、この試合2回目のピッチャー交代です。ナスン、これで今年の登板数が19となっています。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。で、高橋さん、でもさっき打ったんだっけ。4割、調子いいよね。まあまあ打つんでね、お願いしたい。あー、ダメか。ここでヒット打ってほしかったかな。あ、ワンポイントリリーフなんだ。すごいな、気合入ってんな。マジで横浜本気だね。すげえな。お前らには負けねえと。3連勝して勝ち点どれぐらい下がんの。まあ3連敗、横浜に3連敗しても別に余裕っちゃ余裕なんでね。まだただ問題はね、この連戦がちょっと怖いんだよね。あの嘘みたいな地獄の連戦が。で、今岡がまあ調子悪いな。ワンアウトだからまあ打たせるか。これはファールかな。あ、おいしい。鳥谷がいい判断で三塁に。これはワンチャン。おい、フルーン出すんだ。もう我慢できなくなって。そうなんだ。やべえの来た、やべえの来た。結構打たれるんだね。ちょっと待って、鼻かい。で、金本さんはワンアウトだから、これまあうん、頑張ってもらいましょう。頼む兄貴、ここ一番やってくれるでしょう。こういう場面でね、こういうバッターに回ってくれるんです。頼りになる男、はい、いけ。スイングアウト三振。最後はバットに当てさせませんでした。早いな。今のプレイをもう一度見てみましょうか。何キロ出たんだ今の。早いな、相当速そうだよね。遠慮すんの、いけ。お前ならやれる。あーでもな、イヤーマでも良かったかな。ファーボール、ファーボール、156キロぐらい出てる。ここで待ってよ、ワンアウトだからバントして、え、あ、ツーアウトでした。何を言うとんねんてね。そんな甘くない。だ、ここで檜山。俺たちには檜山がいる。安心安全。必ずやってくれる。代打檜山。ここで代打の切り札を送ります。さあ、じっくり見ましょうか。檜山、得点圏にランナーを置いての打席になります。俺はもうかかってるよ。今日の試合勝てるかどうか。さあ、ファーストランナー帰ると逆転という場面です。バッティングカウントになった。インコース低めのストライク、ああ、ね、ワンストライクか。びっくりさせんじゃね。158キロやべ、今のボールだよね。どうだ、
早すぎるよね。あー、この打球はどうなる。さて、今日から始まった3連戦、明日が2日目、熱戦の模様をご覧のチャンネルでお楽しみください。いやー、惜しかったな今の。夢見たよね。みんなあれホームランになってたよね。俺の脳内では今ホームランだったんだけどな。おかしいな、今の入ってたよね。綺麗に上がったのにな。そしてバッター金城、バッターボックスに入っています。うん、まあなかなかいいチャンスだったんだけど、まあもう一本が出ないと。で、横浜の方はしっかりと4番がやってくれたとね。その差が出てるよね。フルーン投げさせるんだ。あ、結構ヒット打ってんじゃんこれ。危ねえな、怖っ、怖えな。さあ次の4球目は、だけどモーションは汎用なんだね。おっしゃ、福原お疲れ、お疲れマジで。よう投げたわ、仕事したよ。で、じゃあまあ、これ9回だよね。うん、ワンチャンかけましょうか。誰でしょうね、誰が、打てる打てる人いる？あれ早いよ。あ、関本とか出してないからやっとく。やるんじゃない、意外と。やってみ。点差を縮めたいこの場面。あ、そうか、だから藤本が調子悪いんで、しばらく関本をセカンドで出してあげるっていうのもありかもね。ねえ、ここまでのタイガースヒットが7本、そしてしばらく出せば仕事を多分するんだよね、どの選手も。辛抱強く使えるかどうかっていう。3球で決めてくるか。外、これは速っ、速っ、159やべえな。次の4球でフルーン面白いな。おお、関本いいな、ストレートに強いんだね、もしかしたらね。そういう可能性あるな。赤星はまあ打たせた方がいいよな。おっ、これはいい当たり、いい当たり。これ落ちた、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 ワンチャン、ワンチャン。で、藤本でバントして 2,3 塁かな。あ、待った、関本って足速いんだっけ。あ、あ、間違えた俺。あー、ボタン間違えた俺。確認すんの、確認したかったのに確認できなかった。スタートいける、あ、いける、あぶね、今危なかったよね。ワンアウトになりました。ちょっと待てよ、いやでも高橋さん打ってんだよね。違うな、打者データ。あー、三振が3回あるんだ。あ、でも、え、今ワンアウトだっけ。あ、だからスクイズしてえ、だからスクイズして1点差でしょ。で、鳥谷で勝負、赤星が三塁、完璧。これだから赤松をここにして、バント上手い人いる？シュータか。待って、代打、打者データ。あ、高橋さんバント持ってんじゃん。あ、じゃあいいね、問題ないな。OK。スクイズ。もう走る気満々バントする気満々なんですよね。
頼む。これで2アウトで、で、赤星が3塁になって2アウトだよね。で、4番鳥谷、ワンチャン。あ、でもそれでも同点か。いや、同点でもいいんだよ。とりあえず同点にしよう。同点にしよう。同点にしたらまだ、おー、うめえ。うまくないか。高橋さんうまいね。よしよし。とりあえず同点にして、逆転の涌井の勝利投手を消しましょう。鳥谷頼む。もうあとはお祈り。だからこれでホームラン打ったらもうさようならだよ。セカンドゴロ、空振り三振。よし二塁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 。俺は4対4タイガース同点。最終回一気に追い上げて同点に成功しました。さあもう一度見てみましょう。で、そうだなぁ、どうしようかなぁ。まあ、センター返しのバッティングでいいんじゃない。さあ、打順が変わります。今岡、さあ、ね、リードを取っていけるんでしょうか。で、ちょっと、どっちかにずれておけば、鳥谷がホームまで帰ってこれると。真ん中は左への打球。いやぁ、危ねぇ。今岡、頑張って。頑張って。高めの球、プールスか、西崎さん。クルーン結構あれだね。高くなってるよね、ボールが。おーっしゃおっしゃおっしゃおっしゃ。これで、1、3塁ね。オッケーオッケー。で、ダイソーで、ダイソーしてもしょうがないのか。同点だよね。あ、そうか。あ、いや、まあ。どうだろう、経験値とか入んないかな、これ。入んない無理。どうしようかな。このランナーだとね、外野も気が抜けないでしょうね。ここ、どうする？ミート長打。長打したらなんか三振しそうじゃない？違う？なんかしそうだよね。そのまんま。頼む！できるんでしょうか。金本ツーツーターボックスです。最後にね、いやらしいね。ここまで来ましたよ。ですね。早く投げなさい。しなければなりません。カウントは。おっ。打ちました。これはショート後方か。おっ。今サヨナラホームイン。劇的な結末を迎えました。5対4。三連戦の第1戦は。いやー、スクイズしてよかったね。最初のゲームを勝っています。福原、打たれはしましたが最後まで踏ん張った。これでサヨナラ何回目だろう。2回目、3回目ぐらいかな。いやー、金本さん、頼りになるね。いやー、ちょっとね、福原、頑張ったよね。福原の念頭に応えれたかな。12安打、完投勝利。嬉しくないね、これね。まあでも4点で抑えてくれたんで、まあ4点じゃ1点多いよね。3点だったらまあ良かったんだけど、まあ勝ったんでいいでしょう。いやーちょっとね、録画がいまいち撮れてなかったんでやり直して、福原が調子悪くなっちゃってたんでどうかなと思ったんですが、まあ結果的にはね、なんとか勝ってくれましたよと。クルーンを打ち崩せれたのは良かったよね。まあ別に経験値は増えたりしないんだな。さすがに増えないか。そうか、シューターとかに入んのかなと思って入んないか。残念。まあまあいいや。72疲労。疲労困憊だね。いや、よかったよ。で、まぁ、ちょっとは楽になったのかな。ちょっとはね。
あ、サジキちょっともう休ませるか。投げさせない方がいいね。いやでもサジキ、待っとこうか。右が、だから変えてもいいのかな誰か。あ、サジキなんだかんだいいからな。まあ、というわけでね、さよなら勝ちで、気持ちよく終われたんで、これでも今季の成績6勝6敗なんだね。どれだけ横浜がめんどくさいかっていうことがよくわかるよね。なんで今回はこの辺で終了にしたいと思います。お疲れ様でした。